まあいうことなんですね。いわゆるこの売上を着実に達成し、そして売上をいくか皆さんコントロールできるようになってもらうために必要な、まあ、この KGI 設定と KPI 設定というお話をちょっとね、今回していきたいなというふうに思います。で、えっと、まあ、今回ね、まあ、この KGI、KPI っていろいろ書いてあるんですけども、まあ、言葉はね、あの難しいんでそんな覚えなくて OK です。まあ、簡単に言うとですね、あの、KGI 設定っていうのはね、これ何かっていうと、まあ、最終ゴール。まあ、とりあえずこの G はね、あの、皆さんはゴールの G だと思っておいてください。 まあ達成そのための達成手段ですね、達成手段。 まあ、いわゆる達成プロセスの P だと覚えておいていただければいいかなと思うんですけども、まあ、簡単に言うとね、例えば僕とか今今日、あの、伊豆のね、あの、まあ、マリオットホテルに来てるんですけども、まあ、伊豆って言ったら、まあ、静岡県ですよね、あの、ホテルでちょっと今実践会やってるんですけども、あの、まあ、僕今日東京からね、あの、伊豆に行こうってなった時に、まあ、あの、普通に、まあ、東京駅とか品川駅から新幹線に乗って行こうってなるわけですけども、あの、ゴールはやっぱり伊豆にね、行くっていうのがゴールですと。で、そのためにまず品川駅でまず新幹線に乗ってとかね、東京駅で新幹線に乗って、で、そこから途中 こやっぱりやるべき達成手段っていうのがあるわけですね。それはもう KPI という形になります。例えば、まああの、じゃあね、ハワイに行くっていうのが KGI だとしたら、まずじゃあ穴で飛行機を取る。それがまず KPI その1になるわけですね。で、飛行機をまず予約するだったりとかね。まあ、あとは例えばカレーを作るっていうのが最終ゴールだったら、まあ、KGI はカレーを作ることで。それを達成するためにまず人ンジンを買う。これも KPI なわけですね。 であったりとか、あとカレーを作るのに必要なカレールーを買うっていうのも KPI の一つだし、えー、っと、じゃがいもを買うっていうのもそうですね。じゃそもそもまずスーパーに買い物に行くっていうのも KPI になるわけですよ。まあ、こういう達成手段っていうのがある。すべて目標っていうのは、この KPI っていうのを適切にな順番で、えー そのタスクが完了されることによってゴール点は達成されると。だから簡単に言うとですね、皆さん例えば、あのー、月間で、まあ、例えば来月月賞で、ま、50万でもいいし、30万でもいいし、まあ、100万でもいいんだけども、あの、売り上げをま、上げていきたいと。じゃあ仮にちょっと今シミュレーションしてみますけど、この売上を立てるためのシミュレーション、このね、設計っていうのをこれ毎月必ずぜひやってほしいなと思います。で、これがやっぱできる人とできない人ではですね、やっぱ売り上げの上がりようっていうのが全然変わってくるんですね。でそもそも、例えば100万行きたいよっていうのを、例えば口で言ってるだけの人っていうのは、じゃあ具体的に で、どののの優先順位ででやればいいいいかかっていうのが全然わわらないわけですねで逆に今からじゃあ僕がね、例えばじゃあ皆さんがコーチコンサルタント業をしているという風な家庭のもとで、じゃあ来月え月に100万円売り上げ上げ上げたいと、まあ、いうシミュレーションというのを僕は今からちょっと作って,作っていきますので、まあ、ぜひね皆さんこれ参考にしておいてほしいなと思うんですけども、じゃ例えば売り上げ目標100万円、これがじゃああの最終目標ですね、100万稼ぎたい。じゃこれを KGI と進みますと。そしたら、 あの、それを達成するためには、あの、以下の KPI っていうのを、えー、こなしていかないといけないよっていう話になるわけですね。以下の KPI。で、それは何かっていうと、まず単価。まあ、単価を決めるということです。まあ、単価、例えばね、あのー、まあ、皆さんだったら自分が今売ってる商品とか、まあ、これから販売していきたい商品の単価っていうのをね、イメージしてほしいなと思うんですけど、例えば、まあ、30万円と50万円の商品、じゃあ2つ売ってるよっていう人がもしいるんだとしたら、まあ、これ平均単価ですよね。 30万と50万の平均単価なんで、まあ、とりあえずこれ40万円という形になりますと。じゃあ40万円と。ね、で、えー、この40万円の商品で、例えば100万売り上げに上げたいっていうんだったら、何人に販売すればいいのかっていう話になりますけども、これは、まあ、3人ですよね。はいまあ、40万円の商品だったら、3本売れば、まあ、120万なので、まあ、100万達成できると。ってことは、3人の人に40万円の商品を販売すれば100万いくよねっていうふうな。 まず KPI が出てくるわけですね。で、その次に、じゃあ今度 KPI その2。まあこれは KPI その1だと済んだったら KPI その2では、じゃ逆に、えー、40万円の商品をですね、えー、3人の人に販売していくためには、じゃあそもそも何人の人に営業しないといけないのかって話しになるわけそうまあもちろんね、3人営業して3人みんな買ってくれるっていうのは一番いいんですけども、まあなかなかそうはいかないわけですね。ってなった時にこれは大体まあ皆さんあの制約率っていうのを知っておいてほしいんですけど、まあ大体、 30万からまあ40万前後の商品とかであれば、10人に営業してまあ3、えー、まあ3件から5件ぐらい決まるぐらいのイメージですね。10人営業したら3件から5件決まるぐらいのイメージ。まあ、もっとね営業が上手い人とかだったら、10人電話して6件決まったりする場合もありますけど、まあ、基本的にはまあ大体8人から10人ぐらい最低でも営業する必要があると。でちなみにこれがね、あのー、例えば単価50万から70万ぐらいの商品を売ってるっていうんだったら、もっと制約率は下がって、大体10人営業したら、2、3件ぐらい売れれば OK と。 で逆に100枚以上の商品だったら10人営業して1件か2件ぐらいのイメージですね。はいっていうようなまあ感じになりますと。で、えー、次にですね、あのー、じゃあ、えー、これが k p その2ですと。じゃあ、3人の人に販売するためにはまず10人は営業に集めてこなきゃいけない。だから無料相談に募集してくるとか、セミナーに集めなきゃいけないよねとか、まあ、っていう話になってくると。で、次にね、じゃあ、この10人、8人から10人に営業していくためには今度逆に何リスト集めなきゃいけないのかと。 でいうようなまあ話になってくるわけですけど、これはですね、あのー、何リスト集めればいいのか、ね、これ、皆さんぜひ考えてほしいんですけども、まあ、イメージとして、これ、大体ね、あの総リストのうちの、まあ、8%から10%ですね、えー、8%からまあ10%ぐらいが、ラインアップの8%から10%ぐらいはセミナーとか無料スラインに来るぐらいのイメージなので、こんな感じですね。 はいまあ、大体80人から100人ぐらい集めたらそのうちの8%パーか10%パー、8人、10人ぐらいがまあ営業、もしくはそう、えー、セミナーとかに来てそこからセールスをかけていって、まあ、この8人から10人のうちのまあ3人ぐらいの人が買ってくれてで結果的に単価40万円の場合だったら100万円は達成できるよね。 っていう、この公式にぜひね、皆さん当てはめて物事を考えてほしいなというふうに思うんですね。これ、店舗も一緒やし、事業の方もそうですよね。月額5万のね税率さんとかで契約とかだったら、じゃあ何件その、えー、クライアント獲得していけば目標の売り上げに達成するのか、ね。これ、コーチコンサルタントを勉強して、店舗事業されていく方も一緒ですと。ぜひね、こういうふうな、まあ、逆算方式で、ね、考えていくというのがすごい大事になります。まあ、僕らもですね、まあ、今でこそまあ売り上げで言うと、まあ、月賞で先月とかで言うと、だいたいうち3600万ぐらいだったんですね。月間の売り上げが。 で、まあ、もちろん狙ってそれを当て,てあ当てにいってるうちはわけですから、まあ、大体こういう KGI 設定とかってやるわけですね、僕らも。で、大体それぞれりになってます。で、なぜうちはこれだけ安定して、ねえー、高い利益水準で売り上げをずっと上げ続けられているのかっていうのはもう毎月の徹底したこの KGI 設定と KPI 設定、これを常に。 え、元にして常に改善をしていってテストをしていってでちょっとねえ中旬で調子が悪かったらもうちょっとちょっと改善をしていったりとかねライン配信をちょっと組み直したりとかっていうふうにずっと僕らこの KPI と KGI を元にして改善をしているとだからちゃんとしたあの売り上げをコントロールすることができているということになるんですけどもま皆さんもですねぜひこの,あの今 まあこれは別に100万じゃなくてね、まずは初月で、あのま、ずファーストキャッシュで30万売り上げていきたいっていうのであれば、じゃあ例えばね、10倍の商品だったら3本販売すればいいよねとかっていうように、自分の今のレベル感とか、これは単価によっても変わるんだけども、あのまあ、100万じゃなくてもね、まず30万でまず設計をしてみると、これをね、ぜひあのやってみていただきたいなというふうに思います。で、えー、このね、 えー、これ一応画面共有しておきますけども、今からちょっとせっかくなんでね、あのワークとして、この KGI 設定、まず最終の売上目標。まあ、自分が今から3ヶ月以内に、これぐらいの売上げ今50万でいいんですよ。30万でもいいんだけども、これぐらいの売り上げが欲しいっていうのをまず決めます。でそこから逆算して、まず何人の人に買ってもらえば、その売上達成できるのか。じゃあそのためには何人の人にセールスをかければいいのか。 で、そのためには何リストを集めればいいのかっていうのをですね、まあ、ちょっと考えていただきながら、ぜひ、ね、KGI 設定と KPI 設定とね、ちょっと箇条書きで、まあ、僕みたいに書き出してみていただきたいなというふうふに思います。